前方に華教員とジョセフしかいない。なるほど。二手に分かれて挟み撃ち、背後からはジョータロウとポルナレフがつけてきているというわけか。無駄なことを。これは華教員のハイエロファント。ファントの結界、これはそうだ。触れれば発射されるハイエロファントの結界はすでにお前の周り半径20メートル。お前の動きもザ・ワールドの動きも手に取るように探知できる。クラエディオ半径20メートル、エメラルドスプラッシュを。間抜けな、知るがいい。ザ・ワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということを。出してみろディオ、スタンド。ザ・ワールド。カキョウイン、いきなり吹っ飛ばされている。バカだカキョウイン。何が起こったのだ。やられてしまったのか。ダメだ、致命傷のようだ。声も出ない、指一本さえ動かせない。5時15分、日本は今夜の12時頃か。父さんと母さんは何をしているのだろう。もう眠っているのだろうか。心配かけてすみません。華教員のりあきが最後に思うこと、それは日本にいる両親のことではなかった。両親のことを深く思ってはいたが、最後に浮かんだ奇妙な疑問の前に両親たちへの思いは頭から吹っ飛んだ。僕のハイエロファントの結界は触れるものが手に取るようにわかる。だが今結界はディオによって全部一度に同時に切断された。なぜ一本一本ではなく、少しの時間差もなく、1万分の1秒の差もなく、半径20メートルの結界は同時に切断されたのか。なぜ少しの時間差もなく、なぜ同時に、なぜ。Kakyoin!